なんすかそれ。ベガザタオとね、ベガサッパ掲げたくなると思いますよ、ね。ラーレッツどういうイメージですか。ですね。ね。今日がエグい。すごい10人パッと出てくるぐらいそのスター揃いですよね。最多連続出場の選手は誰だ。2の牧野選手にします。正解は1番。152試合連続。月間 MVP の話したじゃないですか。2番。2番ですこれは。皆さん。うん正解。この時が来ました。ムカつくな。キャスパーユンカーさんでした。ユンカーさん。ユンカーさん、ユンカー選手でした。でもこれなんかデンマークからこれからって人が J リーグ経由してくれる。なんか嬉しいですよね。スモービック選手のインタビュー記事みたいなの見たことある。なんか J リーグのレベルの高さに聞かれてるんです。J リーグのサポーター番号何番ですか。12。そう。1番の鈴木ザイオン選手しよう。1番。ザイオン選手。1点に防げたら上場。ベガルタ。でも点は取れてる。21。ベガルタ。21ベガルタ。吉村選手、1点。最近やっぱセットプレーの精度が上がってるんですよ、ベガルタ。ここら辺でもう平岡選手ズドンいっちゃうと一発ぐらい。どう。もうでも怪我しまくってますけど。確かに。じゃあ翔くん、はい、この間のカード大変なものを引きましたね。そうですね。そうですね。大変じゃないですか。大変なんですよ。ああ、そうだよ。ベガサップだもん。3度目の正直ならぬ、2度目の正直。よし。これでちょっとまあレベルが上がって、前はね順番に翔くん発信で番号言って名前言ってってやってましたけど、はい、はい、はい。今回はあれにしよう。ちょっとポイントあげます。2000ポイントで。2000ポイントで。番号を言う場合は名前を言ってください。なるほど。で、僕が名前を言う場合、名前を言う場合は番号を言う。しかも順番ぐちゃぐちゃに行きますよ。5秒以内ですかね。できるかな。5秒って1、2、3、4、5。短っ。よしよしよし。短すぎる。じゃあ、はい、じゃあ11番。あれ赤崎さん。おー、面白いこれ。何どれにしようかな。14番。あー、石原選手。おー。19番。皆川選手。おー。これいけんじゃん。じゃあ、照山選手。はい、31番。おー。17番。あー、富田選手。おー。マルティノス選手。20番。おお。松下選手。8番。おお。じゃあ13番。はい、平岡選手。おお。25番。マセ選手。おお。木田選手。32番。おお。5番。ピアタウヤ久志選手。おお。カルドーザ選手。にゃー、33。ストイシッチ選手。22番。おお。24番。長倉選手。おお。西村選手。15。おお。富田選手。17。富田選手。富田。あ、17。そう、びっくりした。16番。吉野選手。おお。35。35。35。おお、ポギー。お。島尾マテ選手。待て。最近出ないから悪いんだよ。うわぁ、まあ次回持ち越しですね。おい、リセットポイント。えっと、あとカード他にあったじゃないですか。 あれですお題系。あ、そうそう、お題系と振り返りでここで回収してきますか。全部で、まずあれか、スタッフさんがくれたカレーですね。はいはいはい。カレーパイ作りました。カレーパイ。お、パイとか作れるんですか。なんかね、前でね、ケーキみたいなの作ったことがあって、はい、
お面白いなと思って、ドロドロだからこうなんかねこう包まるんかなと思ったけど、意外とパイ生地ってすごいですよ。そう待って、すごさが伝わってない。そうなんですよ。でもパイをね作りました。うまいかった。余ったのが普通にご飯だった。あれちょっと辛いっすよね。結構辛かったっすね。で、翔くんあれは佃煮。佃煮ね。うん、まあ、あれ最初はやっぱ白飯でいきますよね。ああ安定の美味しい、うん、海苔の佃煮に近いなって感じ、ね、結構近いっす。でもなんかね、なんだろう、とろろ昆布独特、海苔と違ってこう味がこうまとわりつくっていい意味で、昆布だからこう、あご飯何杯でもいけるやつ。それでもいけるんですけど、はい、これがまた自信作で、これひき肉と炒めてニンニク入れて豆板醤入れて、おそこにそのとろろ昆布の佃煮を入れて炒めました。どういう感じなの、ピリ辛。そうそう、甘辛みたいな感じですね、うん、これを白飯の上に乗せて丼にして、半熟卵を乗せて、あ豪華だな、ネギ乗せて食べました。うわうまそう、めちゃくちゃ美味しい。それ本当に、ね、今すぐ買いに行ってほしい皆さん。そう、あれあと回収してないの、あれイラストか、サッカー選手を描けみたいなので、ちょうどオリンピックアンダー世代の試合があったのでね、あの久保建英選手ですね、はい、描かせていただきました。あ顔が難しいよね、人って。確かにあの仙台とアントラーズのハイライトのやつ、顔なかったもんね。コナンの犯人みたいな。書いてて、おこれはこれで個性出てるなと思って言ってみました、あれで。あてか、あそこチョイスしたのすごいですね。やっぱあそこですよね。これその後のこのポーズだと思ったけど、これポーズはハイライトじゃないので、あの試合ゴールキーパーめっちゃ髪がかってて、あの上田綺世選手僕結構好きなんですけど、あれオリンピック入りましたね、代表入りましたね。なんかあの感じで止められると、シュートってどこに打ったらいいんですかみたいな感じになっちゃうじゃないですか。あのタイミングで好セーブ連発だったのちょっと心配になりましたね。じゃあこの3枚からカードを引いてください。何やら準備をしてました、スタッフさん。そうなんです、新カードになりそう。よし、じゃあはい、いきますよ。はい、せーの、でん、ドリン。お今30秒ぴったりでベガルタ仙台の選手1名熱く語ってください。誤差5秒以内で500ポイント。30秒ってでもなんかあのオーディションの自己紹介とかって大体30秒ぐらいじゃないですか。誰にしよう、まず選手ですよね。ね、まあ分かりやすく関口邦光選手、誤差5秒でプラス5ポイント入るんですけど、500ポイントですね。あ、そう。プラマイ5秒を超えてしまうとマイナス500募集します。いいですか。はい、お願いします。ドン、はい、はい、皆さん、関口選手ですね。今背番号7番つけてますけど、ミスターベガルタのね、千葉直樹選手の7番を受け継いでる関口選手 ねやっぱ関口選手が入るとね、やっぱ試合の流れが変わるんですよね。なんか得点を取れるなっていう感じがします。はい、だからね、ほんと関口選手頑張ってほしいです、僕は。ね、みんな大好きです、関口選手は。そう、なんかもうあの走る、熱い、もう仙台を盛り上げてくれる、僕は大好き。でも多分あと7秒ぐらいある気がするな。だからね、みんなもね、タオルを7番のタオルというのを変えましょう。どうだ、ストップ、止まった、止まってない。あ、見てよ。結構超えてる。じゃあ、あの、翔くん、オンエアを、あの、楽しみにしていてください。あの、超えたのか超えてないのか。絶対超えてるよ。たぶん、これ、1、2、3。ね、5秒、38秒ぐらいになっていきやすい。37、8秒でした。最後いらなかったよ。あと7秒ぐらいの気がするから、うん、なかったら30秒だったよ。はい、しかも同じこと何回もしてた。もうちょっとプレーのこととか言ってほしかった。なんか あんま中身なかったっす。ああ、調子悪いな。いや、面白かった。なわけで、次回はコンサドーレ札幌。札幌。トップ10をいなくなってからね。行きましょう、グンとね。ね。はい、というわけで、はい、じゃあまた、バイバーイ。さよなら。